平野紫耀、神宮自由ぐたたき座は、秀明あ設立の新会社とべとべ、新たなエンターテインメントの扉が開かれる列ち親愛なる読者の皆様、エンターテインメント業界における大きな変化が起きました。キング。 リンチェのメンバーでありジャニーズ事務所から脱退した平野潮と神宮寺雄太が滝沢、秀明氏が設立した新会社と米とベー、べ、合流することが発表されましたた。この記事では、彼らの新たな一歩に焦点を当て、これからのエンターテインメント界にどのような影響を及ぼすかを探ります。 新たな扉が開かれる瞬間7月7日、滝沢秀明氏が設立した新会社、とべ、が公式 YouTube にて生配信を実施し、そこで驚くべき発表が行われました。それは、平野潮と神宮寺ゆうたが、とべ、に合流することでした。この瞬間、多くのファンが興奮し、期待に胸を膨らませたことでしょう。 平野は登場し、こうして新たな気持ちで皆さんにご挨拶してご報告できることを大変嬉しく思っております。そしてファンの皆さん、大変お待たせしました。よろしくお願いします。と伝え、神宮寺も本当に素敵な日に、こうして皆さんと再会できたことを本当に心から嬉しく思っております。 新たな場所で皆様と一緒に素敵な景色を見たいなと思っているので皆さんぜひ引き続きよろしくお願いいたしますと呼びかけました。その笑顔からは彼らの新たなスタートに対する強い意気込みが伝わってきました。質疑応答で明かされた思い、質疑応答の場では彼らの心境について尋ねられました。平野はすごくハッピーですと笑顔を浮かべ、 神宮寺も皆さんに発表できて一番嬉しいなっていう気持ちがもういっぱいです。と喜びの思いを述べました。また、どうやったらお二人に会えますかという問いに対して平野が会える場所といいますとコンサートをすごくたくさんやりたいとコンサートの開催に意気込むと、 共にコンサート以外でも会えることができないかっていう企画をこれからもたくさん考えてと新たな対面イベントの開催も示唆しました。神宮寺もみんなの笑顔を共有できるわけじゃないですか、と生でのイベントへの思いを語りました。キング・リンチェからの脱退平夜仕様と神宮寺ゆうはジャニーズ、JR 内ここに人気を博していたユニット、ミスター・キング・リンチェ、 プリンス、所属しその後、キング、キング、がプリンス後カーセーフソチイーアーマッタッた。2018年に、シンデレラガール、で CD デビューし、NHK 紅白歌合戦に連続出場するなど、メンバー一人一人が個性を発揮し、知名度を獲得しました。しかし、2022年11月に平野 神宮寺、岸優太の3人がグループからの脱退を発表し、岸もジャニーズ事務所からの退場を控えています。これにより、彼らが新たなステージでどのような活躍を見せるかが注目されています。飛べ、新たなエンターテインメントのプラットフォーム滝沢秀明氏は、自身のツイッターの生配信で、飛べの設立を報告しました。 自分の覚悟と皆様の期待を背負い新人募集を、シアーキストをプロデュースする会社を立ち上げましたとの言葉から彼の情熱と新たな挑戦への意気込みが伝わってきます。また、三宅健が同社に合流したことも話題となりました。今回の生配信に先立ち、予告画像と予告動画が公開され、ファンたちはワクワク感を募らせました。これからの、飛べ、 からのさらなる発表に期待が高まっています。結論平野しようと神宮寺雄太の新たな一歩が始まりました。彼らの才能と情熱が滝沢秀明氏が設立した新会社、とべ、でどのように開花するか我々は楽しみにしています。これからのエンターテインメント業界には新たな才能やプロジェクトが生まれ私たちの心を魅了することでしょう。 最後に、平野市洋と神宮寺ゆ太への応援のメッセージを送りましょう。彼らの新たな挑戦が成功に導かれ、私たちに素晴らしいエンターテインメントをもたらすことを願っています。どうもありがとうございました。